これ以上は上がらないです。伸びない感じ。伸びないです。あ、嘘みたいに立てます。少しいいですよね。全然違います。思ったのが土曜日、はい、でその時点でも来ればよかったんですけど、はい、まだ痛みもなかったので、はい、あれおかしいなと思ったのが土曜日、左が、うん、その時は左で、昨日の朝起きたらもう右が全く動かない。あ、動かないというかちょっとこう体をこすってピーッと痛みが走って、はいはいはい、昨日はこの状態だったんです。あ、そうですか。昨日はこの状態で、はい、で今日まあ、昨日の夜あまりの痛さに、はい、ロキソニンがうちにあったから一錠だけ飲んだんですね、はい、そしたら多少は良くなって、うん、こうでもこれ以上は上がらないです。伸びない感じ。伸びないです。もう伸ばそうとすると痛みが伸ばして、あ、こんな感じ でもうどうにもならない。歩くとこう痛みどこに出ます？歩くとこうやってればなんとか歩けます。はいはいはい。この辺でもダメです。あ、この辺でも体を起こすと痛いから。起こすともダメですね。あ、なるほどなるほど。で土曜日は普通に動いてました。はい、あ、そうです。昨日の朝起きたらこうなっちゃったから、うん、あれぎっくり腰かなとかって自分ではよくわからなくて、はいはい、またやっちゃったかって感じだったけど、あまりの痛さに。あ、なるほどなるほど、はい、じゃあねちょっと腰掛けてもらって、はい。仕事にも今日行かなきゃできないんだけど、はあ、どうしようかなと思ってる感じで。さすがにそれは厳しそうじゃないですか。厳しいですよね。ね、そういう、はい、もう、こう座ってて痛みはありますか？ないです。ないですか？はい、昨日は座れなかったです。あ、本当に。今日になったら座れるようになって、はい。ロキソニン何時ぐらい飲まれました？昨日の夜飲みました。ですね、ご飯食べたって言ったら8時くらいです。あ、じゃあもう切れてますね、はい、大体。これちょっと一回立っていただいていいですか？はい。嘘みたいに立てます。少しいいですよね。全然違います。では、今度は、はい、ちょっと歩いてもらっていいですか？はい、ちょっと、あ、嘘みたいに先生歩けます。ああ、まあ綺麗、すいすいは歩いてないけど、はい、じゃあね、今度横向きで行きますね、はい、右を上で横向きで、はい、よいしょ、はい、右を上ですね、はい、はい、なんかもう 2,3 日前来ます。ああ、はい、よいしょ、はい、ありがとうございます。嘘いっぱいだった。